やっぱり11年間、本当にお疲れ様でしたっていう声をかけてあげたいですね。なんかこう早稲田大学で、大学生だしちょっとこう軽い感じもあるのかなっていうふうに思ってたんですけど、実際一緒にこうプレーすると、あの野球に対する思いっていうのはすごい強くて、もう常にやっぱ、どうすればよくなるのかっていうのを考えている投手で、勉強家で、頑張り屋さんなんだなっていうふうに感じました。彼のやっぱ知名度からするとやっぱり結果を出さなきゃいけないとか、まあ、そういうのがやっぱ強いと思うんで、まあ、彼もそのやっぱね、世間がいろいろ言われてるとは思いますけど、でもうまくいかない時でも彼は常にあの前向きに、本当にどうすれば自分のピッチングが良くなるのか、どうすれば打者を抑えられるのかっていうのを常に考えてる、投手であったので、そこはその芯がぶれないというか、まあ、そういう投手だったのかなと思ってます。怪我をしてしまって、まあ、思うようにね、結果が出せない中でもがいてたと思うんですけど、まあ、そこでも彼はそんな諦めるとかそういうことはまあ一切なく、本当に野球に対して真剣に向かい合って今の現状でどうしたらいいのか、過去も多分振り返ることもなかったと思いますし、今本当にどうすればいいのか、それだけを考えて一生懸命もがいてる姿は、ずっと見てきたので、ゆうちゃんが、まあ、僕正直僕が来て救われましたとか言うんですよ。そういう余計なプライドが柿さん見てたらなくなりましたっていう声をかけてもらったり、あ、で常にもう僕笑わせてくださいよみたいな、もうゲラだからすぐ笑うんですけど、あの彼すぐ笑うんですけど、一緒にいると本当笑ってしまいますとか言われてて、だからその一緒にいる時間がすごい長かったですね。まあ、僕といるとやっぱりなんか救われとか楽になるというか、そういうことを声かけてもらったんで、なんかそこは嬉しかったですね。すごい大切な存在だったんだね、多分ね、あるんですよね。そうだといいんですけどね。そうなんでしょうね。まあ、野球でも成功いろいろしたこともあったし、まあ、挫折とかいろいろしたこともあったと思うんですけど、まあ、多分これからの人生の方が、長いと思うんですね。で、まあ、多分才能がある、人なので、これから、まあ、野球関係に携わるにしろ、まあ、自分でいろいろやるにしろ、多分あのゆうちゃんなら何でもあの前向きにやってる姿っていうのは、何をやっても、自分の成功につながると思ってるんで、そこは今まで通り野球と一緒の考え方、前向きに何事も頑張ってください。